皆さん、おはようございます。ケニーです、えー。今日も楽しくニューヨークタイムズの記事を使ってですね、英語を勉強していきましょう。毎日とにかく20分どっかで、えー、20分撮ってください。で私があ皆さんのですね、英語学習のペースメーカーになりますから、私もこのブログ毎日上げますからね、ぜひ皆さん、私と一緒に、えー、英語学習を続けていきましょう。やっぱり面白い素材で英語学習を続けた方がいいですね。えー、一番いい,いい面白い素材ですね、ニューヨークタイムズ。うん もうドラマですね、皆さん。本当にニューヨーク、その大統領選もドラマですけど、今日はですね、もう経済のドラマ、これについてお話したいと思います。もう株が暴落しております。ニューヨーク市場暴落、日本市場もですね、今日1000円、一時1000円以上暴落しましたね。さあ、こっからどうするのかっていうところが今日のね、話題です。それでですね、今日はあの、えその、これからのマーケットどうなるかということをですね、最初のこの、えー えー、YouTube ビデオを上げておきましたのでぜひ、えー、この YouTube ビデオを見ていただきたいですすごく分かりやすいあの彼女がですね今後の見通しを解説してくれています、えー、字幕もついています字幕見れなかったらですねこの YouTube の下のところにこう歯車の印がありますからそこをクリックしていただくと字幕が出てきますからそれを見ながらですねシャドーイングしていただくといいんじゃないかと思いますねうん さあ皆さん、この暴落、どのように思っていらっしゃるでしょうか、私はですねこういう時こそ買いに行くべきだと思ってるんですね、それはなぜかというと、ゴールドマン・サックス時代にもう何回もですね私は株のセールスを担当していたんですが、ニューヨークでこの暴落に出会いました、一番最初、ブラック・マンデーってやつですね、それからですねブラック・フェーズデーっていうのもありましたね、それから えー、リーマンショックもありそれからあっナイン・イレブンの時の暴落もありましたねもうこの世の終わりだみたいになっちゃうわけですねでみんなもう売りに回るわけですえですけどしばらく経ってみるとですよそれから23年経ってみると必ずですねああん時買っとけばよかったなと思うんですよねえでマーケットっていうのは本当にね心理なんですね心理もちろん基本あの経済っていうのもありますけれどももう心理によって大きく増えます えー、その心理というのは、もう絶望かあ、その、なんていうんですか、絶望か希望か、この間をこう揺れ動いてるのが、あストックマーケットなんですね。ですから今回のこの下げはですね、まあ言ってみればですね、ロー売りだと私は思ってるんですね。もう極端に、極端に恐怖の方に触れます。そういう時には、実体経済以上にですね、もう一気に株価が下押しするわけですね。つまり割安になるわけです。え もうちょっと様子を見てもいいかもしれません。安倍さんもあと2週間と言ってますから、この2週間の間にですね大体のその見通しが出てくるんじゃないかと思いますね。ですけど、この2週間以内に買いに行けば、おそらく長期で持てば、ですね、えー、おそらくあー利益が出せるという,ふうに思います、えー。そのことをですね英語で、Buy on the dip for the long term investment Buy on the dip ですね。Buy on the dip 下がったところで買いましょうというところですね。えー 私もそう思います。えー、今回は、この、倍のチャンスが来ていると思うんですね。それからもう一つ、よく言われる言葉に、あの、クライシス危機という言葉がありますね。皆さん、危機と聞くとですね、どういう印象でしょうか。なんかね、すごいネガティブな印象があると思うんですよね。すごいこう危険な、もうこれからどんどん悪くなるんじゃないかと。ただしね、私、中国語を勉強してるんですねで。中国語によると、危機というのは語源を考えるとですね、実は二つなんですねこう、分かれ道なんですね、分かれ道。うん で、危機ですから、まあそっちから見ると危機って書くじゃないですか。うん。で、これはここでこう道が分かれてくることなんだそうですね。で、この捉え方によってこっちの危の方はね、機械なんですね。えー、オポチュニティです。チャンスです。え、こっちの方はですね、危険ですね。デンジャーです。ですから、危機というのは必ずしも悪いことではなくてですね、捉え方次第それは最大のチャンスであると。うん。 まあ考えてみれば株式市場もバーンって暴落しますけどそれは今までたくさん持ってた人はねすごい危険な状態に入りますけれどでもこれから買おうと思う人はどうですか安く買えるわけですからこれほどの機会はないわけですね、so、I regard this as an opportunity. 私はこれはね最高のオポチュニティだと考えております、okay? で今日はですねえこれからもう毎日そうですけれどもこのえニューヨーク・タイムズの記事の全部を載せるのはちょっと長すぎてあの無理ですから 一部ですね、ここに必ず載せておきますので、ぜひ、この一部の文章をですね、それから、あの、キーワードと、表現、例文も載せておきますので、これを使ってですね、ぜひ皆さん、私と一緒に英語を勉強していっていただきたいと思います。で何回も言ってますけれども、あの、音読ですね。音読をしましょう。で、今日のこの短い文章、一緒にちょっと音読してみましょう。あじゃあ、私が最初に読みますから、ちょっとこう、シャドーイングするみたいな感じでですね、言っていただけるといいと思います。The Global Stock Market Slid. For the sixth straight day on Thursday. Um, 6日続けて, uh, stock market uh, as the S&P 500 index plunged to its worst loss in almost nine years, and investors worldwide grew increasingly fearful that the coronavirus outbreak could cause a recession as it squeezes corporate profits. 本当に大きな声で唇を思いっきり動かしてですね、発音してみてください。ええそうしますとね、皆さん発音絶対良くなりますで。発音が良くなると何が起きてくるかというとですね、聞き取れるようになってくるんですね。はい、ちょっと簡単に、えー、解説しますね。そうしますとはい、S&P 500、これはあの株式市場ですね。プランジと今日の言葉ですけど、突っ込んだと。To its, to its worst loss、もう最悪のね、損失ですね。In almost nine almost And increasingly fearful investors worldwide grew increasingly、うんえー。この9年間で最悪の詐欺を記したと、それから世界中のインベスターはもうどん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 お恐怖心にとらわれている。fearful ですね、今日のキーワードです。that the c o r o u t b r e a k outbreak Out、今日の言葉ですね、コロナあウイルスのですねその爆発が、could cause a recession as it squeezes corporate profits. それが会社の収益を、ね、圧迫するのでということを言っているわけですね。はい、the widening scope of the health crisis threatens to overwhelm global supply chains. あこれも非常に重要なことを言っていますね。あのヘルス crisis、要するに健康被害、健康の危機があ広がることによってですね、それがあそのグローバルサプライ y ですね。世界は本当にもうサプライチェーンでこう えー、網の目のようにつながってるわけですけれどもそれを圧倒してしまうだろうとウォーブウェウォーム圧倒するグローバルサプライチェーンですね especially in China 中国ですよね中国 the world's second largest economy after the United States、uh, アメリカについて世界の第二の経済大国の中国というものをのサプライチェーンをね、うんえー、壊してしまうと、in、addition それに加えて the outbreak could crash Consumer Demand それに加えてですね、えーその、このコロナウイルスの爆発はですね、c o n s u m コン Demand Dem 消費者のお需要ですね、これをお抑えてしまうということですね。Crash 潰してしまう。As people limit travel or stay home even without a government order to do so、うんえー。何々することによってですね、As people limit。人々はですね、その旅行とか、 あいうもる旅行ボスのを抑えてしまって、家にいるようになるだろうと。うん、政府がそういうふうにしろと言わなくても、ね、そうなるだろうという感じですね。こんな内容ですので、あと皆さん、この内容ですね、えー、ぜひあと3回くらい読んでみていただきたいと思います。今日の単語を解説しますね。plunge。plunge 500, uh, 500 uh, SP、N、500 index plunge というは、uh, こところで使われてますけど、突っ込むということですね。The plane plunged into the ocean. The plane plunged into the ocean. もう突っ込む。うん、こういうのを読むときですね。皆さんぜひ絵を思い浮かべてください。それから何かね、あの自分で文章を作るといいんですね。The plane plunged into the ocean. な、うん。えー、何でもいいですよ。I plunged into the ocean でもです I plunged into the ocean。高いところからこう飛び込んだ感じですね。plans to your death。これちょっと悲惨な言葉ですけど。He plunged to his death、うん。 これもね、こう、生き人何かその場面を思い浮かべてください。うん。何かこう、あえて悲劇的な言葉をお考える、ことを考えるといいですね。My friend p l a n s to his death なんて言っちゃうと、私の友達は自殺したみたいなのになるわけですね。OK。あと、まあ、The company profits plunged by 60%。これもね、自分の会社、自分の会社を主語にするとね、すごくあの現実感が出てきますね。My company's profits plunged by 50%。 ちょっとこう言葉を変えてやるといいですね。で、一回こう言ってみたらね、この文章を見ないでもああ、もう、も、ま、う、全く見ないで自分で言ってみるといいですね。my company's profit plunged by 50%こんな感じですね。はい。he plunged down the path as fast as he could、うん、これ私も初めて知ったんですけど、あの、突っ込むっていうだけじゃなくて、突っ走っていくっていう意味もあるんですね。he plunged down the path as fast as he could、ね あの、私、まあ、英語まあまあできる方だと思うんですけどね。必ずなんか新しい単語があるんですね。まあ、これ私すごく勉強になってます。fearful of something. ね。これおど、恐れている。even doctors are fearful of getting the disease.even doctors are fearful of getting the disease.even I am fearful of getting the disease. 私でさえも。ね。これ、主語言い換えていってきましょう。うん。officials are fearful that the demonstrations will cause new violence. これなんかねあの、場面を思い浮かぶんですよね。例えば、香港の状況なんかを思い浮かべて言うといいですよ。うん、例えば、香、uh, 港 officials、ね、香港と言っちゃいましょう。香港 officials are fearful that the demonstrations will cause new violence.、うん、I fear about something という言い方もありますよね。フライ e ン、outbreak、outbreak、爆 out 発ですね。Uh, an outbreak of food poisoning and an outbreak of the coronavirus. はい、こんな感じでやっていくとですね、いいと思います。えー、いいですかこんな感じでやっていきましょうね。はい、毎日新しい、えー、テーマをね、えー、出していきますから、あの飽きないでやっていきますし、同時に、あのこういった記事を使って勉強するのといいことはですね、こう視野も広がっていきますよね。英語力だけじゃなくて、その世界で起きていることの視野。うん え、問題意識、関心、こういったものも広がってきますし、ご自分のお仕事にも役立つ用法として使えるんじゃないでしょうか。ということで、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。えー、この記事ですね、えー、ご興味持たれた方、あの、役に立った方はですね、こちら側に私のあの、サークルの中に入った顔写真が出てきますので、そこをちょっとポチッと押していただけますでしょうか。そうしますと、チャンネル登録できます。こんな感じで皆さん、毎日一緒に 英語を楽しく勉強していきましょう。うん、必ず皆さんの英語あのうまくなると思います。それでは、see you tomorrow。